はい、それではインプレッサ見ていきたいと思います。外装から見ていきます。まずはフロントバンパーですね。この辺りも結構綺麗な感じですかね。そうですね、特に気になるような傷は見当たらなそうな感じで、色あせもなく、綺麗ですね。こんな感じですね。で、左前の方も綺麗な、状態になってますね。で、ヘッドライトはまあ年式なりなくすみはありますけど、綺麗な方だと思いますね。で、ボンネット色合わせしやすいんですけれども、へこんでるところもなさそうですし、こうね、非常にこう艶があって綺麗な感じです。こんな感じで、ダクトも色合わせないですね。ちょっとここ塗装の浮きっぽいのがありますけども。で、左フロントフェンダー、こちらも綺麗な感じですかね。若干ここ飛び石傷とすごいちっちゃくへこんでるかなって感じです。で、ホイールは純正になります。ガリ傷は特にないかな。あ、ありましたね、ここですね。これちょっと大きめのガリ傷ですね。で、タイヤは結構ね、溝も残っていて、このまま使えるかなという感じですね。ドアミラーも綺麗です。助手席のドア、これはよいしょ、汚れではなさそうですね。傷っていう感じはないんですけどね、なんか磨いたら落ちるかもしれないですけども、まあそんなようなのがちょっとね、うっすらしたのがいくつかあって、この辺はまあ飛び石傷って感じですね。あ、ここら辺もそうですかね、ちょっとちっちゃい傷がいくつかありますね。で、サイドステップは若干ちょっとこうね、色あせ気味かなっていうような感じですかね。こんな感じです。で、左リアのドア、まずドアノブの若干一部色あせがあるかなという感じです。そんなに気にならないです。こんな感じですね。左リアのドアは、まあ、こういう飛び石傷ありますけどね、そこ以外は特に気になるような傷はなさそうかな。あ、この辺りもちょっとありますかね、薄く線傷っぽいのがいくつか、こんな感じですね。で、リアフェンダーです。ルーフサイド色合わせしやすいですけども、特にしてないですね。こんな感じです。で、側面のへこみ、特に、ここ若干へこんでますかね。リアのフェンダーの方は特になさそうですね。で、左リアのホイール、この辺りにちょっとガリ傷があるかなっていう感じですね。こんな感じになっております。で、タイヤの方は溝はまだ残ってますね。結構たっぷりと残ってる感じです。続いてリアバンパー、リアバンパーも傷っていうわけじゃないですけどね、こう手で擦っても落ちないような、なんかちょっと跡みたいのが残ってる感じですかね。あとこの辺は、飛び石傷っぽいのがあります。まあでもね、パッと見はね、結構綺麗なんですよ。よーく見ると、あ、ちょこちょこあるなって感じですかね。トランクなんかも、綺麗な感じですね。まあここなんかね、水がこうやっぱね、浸るところなので、やっぱその跡がね、この左右なんかやっぱねありますね。これも年式なりにしょうがないところですね。で、ここも別に傷なわけじゃないんですけど、擦っても落ちないようなのがあるかなと。で、リアウィング、大型のね、リアスポイラーが装着されてますけども、この上もね、結構色あせしやすいんですけども、特にそういうのもなく、こんな感じで綺麗です。トランクの上面もこんな感じですね。
ここにちょっと傷っぽいのがあるかなという感じですかね。で、右リアフェンダー、もうちょっと線傷がありますね。でルーフサイドの方は、こちら側も色合わせは特にないですね。この辺にちょっと薄い線傷があるかな。で右リアのホイール、こんな感じですね。まあ、この辺りちょっと割り傷っぽいのがあるかなという感じですけども、まあまあ綺麗なホイールですね。まあ、キャップはどれもこんな感じでちょっと色合わせしてます。で右後ろの、ドア、ここちょっと結構線傷多いですね。ちょっとシャ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 っと、引っかいちゃったかなっていう感じの傷があります。こんな感じですね。でサイドステップはここにうっすら傷があったりとか、まあ、この辺りもちょっと傷がありますね。こんな感じです。で運転席のドア、まあこの辺りのちっちゃい傷がちょっとちょこっと見受けられる感じですかね。でドアミラーね、微妙に擦ったかなっていう跡がありますかね。で右フロントのフェンダーですけれども、こちらは特に気になるような傷は見当たらなそうです。で、右フロントのホイール、綺麗な感じですね。右フロントホイールが一番綺麗ですかね。で右側面のへこみですけれども、ここへこみありますね。運転席のドアは特に見当たらなそうで、フロントフェンダーも特にねないですね。で、ルーフですけれども、ルーフの方も、まあ、特に、へこみ傷などもないですね。こんな感じで綺麗な感じです。はい、では続いて内装を見ていきます。まずは運転席のドアトリム周りです。こんな感じで綺麗ですね。スカーフプレートの方も綺麗な感じで、でフロアマットがこれなんかスパルコのね、社外のマット入ってるんですけどね、もうこの辺ビリビリに破れちゃってますね。で社外なんでこの穴位置がですね、全然合ってないです。で、シートは STI 純正のシートになりまして、若干ここちょっとほつれ破れみたいのがありますかね。助手席側は、特に、気になるようなところはなさそうですかね。でステアリングは特に擦れてるところはないですかね。まあ、若干ちょっと劣化しつつあるところはありますけども、こんな感じですね。でダッシュボード上にツイッターや、各種ピボットのメーターが装着されております。こんな感じのダッシュボードですね。でこの辺りはやっぱりね、ちょっとね色あせっぽい感じはね、この辺りもありますよね。なんとでも稼働します。でパナソニックの、これはナビになるのかな、まあ、モニターがついてます。で ETC がですねこちらに装着されてますね。で、シフトブーツが、このねスウェード調生地に変わってまして、まあ、この辺りもね綺麗な感じですね。こんな感じです。でインタークーラーのウォータースプレーとかもついております。はい、ではちょっとエンジンをかけてみましょう。あ、かかりいいですね。スパッとかかります。いいですね、吹き上がりの方も。でメーターの方もね
こんな感じでちょっとボケちゃってるかな。左側ブースト系ですね、まあ、向かって右側か。で、ここのね時計の表示もちゃんと出てます。で、うん、ナビでしたね。オーディオはこんな感じのソースメニューで、 Bluetooth も対応しているので携帯からね音楽再生なんかもできますね。バックカメラはついてないですかね。うん、そうですね、バックカメラついてないですね。はい、では続いてリアシートを見てみましょう。右リアのドアトリム綺麗ですね。リアはですねちゃんとこの純正のマットがついてます。でシートは若干あこれ別に汚れてもなんでもないとか、はい、綺麗ですねリアシート。でよいしょトランク、トリム類は特に欠品しているところは、うん、ないですね。でよいしょ車載工具スペアタイヤなんかも、揃ってる感じです。で助手席側、綺麗な感じですね。こんな感じで、まあ、左後ろの、シート周りなんかも特に気になるようなところはないですね。そして助手席のドアトリムですけれども、こちらも綺麗な感じです。でスカッフプレートもね綺麗ですね。で助手席もねこのスパルコの、マットになってます。こう見るとちょっとこの辺こうなんかこうねシミっぽい感じなのはありますね。こんな感じの助手席シートですね。で天張りがこんな感じになっております。はい、では続いてエンジンルーム見ていきます。はい、ではエンジンルーム見ていきます。まずベルト周りですね、まあ、特に変な音は、ね、してないですね。で、まあ、エンジン本体の方も特段変な音はしていなく、うん、まあ、変な、ね、振動なんかもないですね。で、まあ、エンジンルーム内はどうでしょう、まあ年式考えたら結構ね綺麗な方かなとは思いますけども、こんな感じのエンジンルームになっております。はい、では続いて試乗してみたいと思います。はい、それでは試乗してみたいと思います。 GDB インプレッサ、涙目の前期のモデルになりますね。で走行距離がですねまだ5万300キロぐらいという感じで非常に少ないです。まあクラッチのつながりもね至って普通な感じです。ただ最近の車に乗り慣れてる方はですね確実にペダルを重って思うと思います。これがこの時代の 4WD ターボのクラッチ純正の重さっていう感じですね。ミッションの入りもね、至って普通な感じですね。まあでもやっぱりね全部がこうなんでしょうちょっとこう重厚感がある感じなんですよね、この時代の4クターボって。まあクラッチのその重さもそうなんですけども、まあミッション一つとってもね、こう入れるときにね、多少こう、力がいるというか、最近の車に乗り慣れてると、ちょっとこうね、いろいろと重たさを感じるかなと思いますね。で、追加メーターがピボットのブースト系と、油温計ですね、装着されてる感じです。まあ、あとはナビがついて ETC ついてみたいな感じなので、まあ本当比較的ねノーマルに近いような
感じの状態かなと。でまあなんといってもね、やっぱこの低走行な距離ですよね。こんだけ年数が経っててまだね5万キロですから、やっぱこの辺は非常に、レアなんじゃないかなと思いますけども、まあでもやっぱ距離が少なくても年数そこそこ経ってるので、細かいねあの外装の小傷みたいなやっぱありますね。内装見ててもあのそれなりにやっぱ年数経ってきたなっていうような感じも見受けられますし、まあ動画でこう全部映しきれない部分もあるので、ぜひ現車を見ていただけたらなと思いますけども。で、まあ、今乗っていて特になんか変な音がしてるっていうのはないですね。ただまあ若干どうでしょう、リアのアッパーマウントのガタが出始めてきているような感じもしなくもないですね。ちょっと段差でね片言っていう感じな、音がわずかにしてきているような感じです。この方のインプレッサ純正のアッパーマウントもね結構ガタが出たりするので、うん、左後ろですかね。ブレーキの効きがすごくいいですね。まあ足回りなんかも車外のこう今のですね、ダンパーを入れると、わざわざこう当時物のね純正ダンパーを中古で見つけてきて買えるよりはよっぽど多分乗り味も良くなると思いますので、まあそういう感じでねリフレッシュをうまく車外品使いながらやっていただくというのもいいんじゃないかなと思います。加速もいいですね。まあ距離は少ないんですけれども、やっぱりそれなりに年数が経ってますので、まあ購入してからの、各部リフレッシュというのもね合わせて、一緒にやっていってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、以上インプレッサの試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。